今から事業を作ってみてくださいなんて言われてもと思いますよね。そんないきなり作れないよとね。ただ、僕自身ですね、今起業して4年目ですけども、作った事業12事業あります。12事業をどういう風に作ってるのか、僕の頭の中を皆さんに発信していきたいと思います。で、これ事業を作る作り方、今っていうのは例えばプライベートサロンだったりとか、エステサロンでも美容院でも、じゃあジムでもいいですけども、全ての業種同じようなものっていっぱいありますよね。じゃあ同じようなものが右にある中で左に同じものを作っても誰も来ないですね。ここで必ず皆さんが事業を作るっていう上で意識しないといけないのがユニークさです。じゃあこのユニークさを、作らない限りっていうのは絶対にあなたの事業っていうのは、成功しません。で、今現在すでに事業をやっていて、そこまで売り上げ上がってないなとか、もっと売り上げ伸ばせるなっていう人も、このユニークさっていうのを、意識することで、今の、サービスに付加価値をつけて、より大きな売り上げ、より価値のあるものっていうことに、変えていくことができますので、今から10分から15分で、事業の作り方っていうのを皆さんにアウトプットしていきたいと思います。で、事業の作り方、これを学ぶとですね、皆さん15分後には、ね、新規事業アイデアの正しい作り方っていうのが学べます。僕自身も大手、いろんな大手を渡り歩いて事業開発だったりとか、フィリピンでゼロワンをやったりとか、本当に会社を1個ね、上場グループで、作ったりとかしましたけれども、それってやっぱり正しいロジカルシンキング、ロジックが通ってないと事業っていうのはできないわけですよね。みんな、例えば、あそこにカフェ出したら儲かるよねとか、あそこにジムやったらね儲かるよねみたいな友達と話したりすると思うんですけども、ほとんどの人っていうのはそこにロジックがないんですよ。なぜ儲かるのか、いくら儲かるのか、どのぐらいリスクがあるのか、そのロジックっていうのを考えずにあそこに出したら儲かるよねみたいな素人がガーって言ってるんだけども、それじゃあ全く意味ねえということで、今回正しい事業の作り方、事業アイデアの正しい作り方っていうのは一つ学べます。10分15分ですね。で、次に競合が多い時代に既存事業でも差別化ができます。だからジム一つ作るにしろ、後で言いますけども、どういう風に俺はジムを作るのか、俺だったらっていうのを皆さん俺と同じ思考法っていうのが身につきます。で、3つ目ですね、潰れない事業の作り方や、事業変化の、対応法が学べます。事業を作ること、お店を作ること、誰でもできます。お金をね、融資受けて誰でもできます。ただそれを、事業っていうのは1年後と10年後じゃ明らかに違いがあるわけですよ。パンケーキ一つとってもそうですね。パンケーキ今すごい流行ってましたけども、今パンケーキではなくて、タピオカだったり、もうすでにタピオカじゃなくて次のものが出てたりとか、そういうふうに変化に対応していく企業っていうのが強いんですけども、その変化に対応する、じゃあどういう変化に正しく対応するかっていうところも皆さんにアウトプットしていきたいと思います。とにかくですね、この YouTube 上とか、例えばいろんな経営大学とかね見ても、クソみたいな講師が何十年前にね、ちょっとビジネスかじってましたみたいな講師が、なんか偉そうに言ってんだけども、そんなのマジで古いので、まずはこの事業の作り方まずは見て、これを生として皆さん、事業やってってください。で、もちろんですね、僕もこんな大きなこと言ってますけども、僕自身いろんな事業を学生時代だったりとかガーって作ってきましたけども、ほとんど失敗してます。ただ失敗してますけども、失敗楽しんでください。例えばですね、僕どんなことをやったかっていうと、ハワイでベンディングカーイベントですね、駐車場を借りて、そのベンディングカー、ガーリックシュリンプの車とかあるじゃないですか、ああいうのをみんな呼んで誘致して、来るかなと思ったら誰も来ませんでした。利益ゼロです。はい。で、ハワイで動画サービス、制作サービスやりましたけども、当時ね、 iPhone の、iPhone なんだろうな、iPhone ね、そんなiPhone5 とかかな、そのぐらいの iPhone で、動画制作サービスができるよみたいな やつもやりましたが、ゼロです。とにかくですね、会話デートを新宿とか新長野に立ち上げても、これも利益ゼロでした。いろんなことをやりましたけれども、そこで、システム開発会社リムですね、この資料を書いた時は年商50億ですけども、 これ半年ぐらい前なので、今年商で言うと70億ぐらいですね。で、先日バイアウトした会社ですので、そこでですね、これをやっとやって、儲かった。だから何を言いたいかっていうと、もう最初は失敗ばっかするんですよ。で、その失敗の中で、あ、こう考えれば成功したんだって、長い年月俺もかかりましたけども、これをですね、なんでここがこのフィリピン飲食店利益4万円20万円年商一気に今70億みたいなところまで発展したか、ここの1個の思考法でした。で、僕もね、英会話デートなんてやって、すげえ最近ですね、この画像が出てきてですね、昔当時作ったものですよ。昔っていうのは英会話のね、留学生とのマッチングみたいなのなかったので、そこで、カフェとか、
そういうところで留学生とマッチングするみたいなサービスを、作ったんですね。それで英会話ってね、教科書から学べないんで、じゃあデートという方式でやりましょうみたいなね、アロハ英会話デートみたいなのをやったんだけども、全く売れませんでした。でこれも、アイデア自体は悪くないんだけども、このしっかりとした正しいフローに乗って作成してなかったから、うまくいかなかったですね。なので、今回ですね、正しいしっかりとした、事業計画、の作り方っていうのを皆さんにお伝えしていきたいと思います。で皆さん起業してくださいっていうと、起業には2種類の方法があります。起業のことをね、皆さん難しいとか思ったりするかもしれないんですけども、起業っていうのは2種類だけです。1つ目解決型、2つ目趣味型です。1つ目の解決型っていうのは、社会の不安とか不満とか不経済的とか何でもいいんだけども、社会の負から事業を考える、これが解決する人ですね。で2つ目に趣味型、やりたいこと、あなたのやりたいこととか得意なことで事業を作るっていうのも、これが趣味型です。でどっちの方がいいかっていったら、僕のおすすめは、特に趣味型です。で今なぜかっていうと、副業時代とか言われてますよね。副業時代っていうと、本業があるわけじゃないですか。本業で起業ってね、別に本業辞めて起業しなくていいんですよ。本業やりながら起業だって、俺だってそうでしたから、そういうことができるわけですから。ってことは、本業でお金もらってんだったら、副業では自分のやりたいことをやったっていいじゃないですか。ね。で、お金儲けを考えないで。で、そこで、趣味型とかですね。結構ですね、今、サラリーマンで飲食店をやってる方とか、サラリーマンでプライベートジムをね、週末だけやってる方みたいなね、結構増えてきてるんですよ。そういうところでも、この趣味型っていうのは特におすすめです。で、まあ、どちらにしろ、今、起業してる方もいると思うので、解決型も、お話ししていきます。まず、解決型ですね。でこれもフレームワークです。皆さんが難しいことを考える必要がありません。僕の経験をフレームワーク化して皆さんに発信しているわけですので、このフレームワークに沿ってやってください。まず世の中の負っていうのは、不安とか不満とか不経済的不平等的とかですね、その負、不安の負を取って負ですね。でこの負を探していきましょうっていうことですね。この探して見つけ出した負に対して事業を作るっていう話なんですけども、この負っていうのは、じゃあ皆さんの人生考えてみてください。皆さんっていうのは、皆さんの一日を見ると、寝てるか、プライベートの時間か、仕事をしてるか、この3つのどれかですよね。主婦であれば、プライベートの、ライフが多いとかね、サラリーマンであれば、ワークが多いとかね、そういうふうに、人によって違います。ただ、寝る時間っていうのは一旦置いといて、ライフとワークで、まずライフで自分の時間で負を感じるときってどうですかっていう考えてください。例えば、お買い物に行くときとか、タクシーがすぐに見つからないときとか、いろんな日常生活での負っていうのは、実際目を閉じて考えてみると、いろんなものがあるわけですよ。で、そのいろんな負をまず箇条書きに、これ4個に枠やってますけども、何個でもいいです。ガーって書き出してみてください。で次にワークですね、通勤とか仕事とか職場で負を感じること、例えばハンコを毎回押さないといけないの、毎日負を感じてます。あとは満員電車やだなってサラリーマンの頃はめちゃめちゃ思ってました。まあそういうね、上司との飲み会がやだなとか、そういうワークでの負っていうのも、ありますよね。それをガーって書き出してください。でこれを考えるときに、この不安、不満、不平等って一つ一つのワードで考えることが、おすすめです。例えば、オフィスの中で不安ってなんだろうな、オフィスの中で不満ってなんだろうな、あ、上司うざいなとかね、不平等ってなんだろうな、あいつの方が給料上がってるよなとかね、そういうふうな、ね、ことっていうのがあると思います。でそういう感じで一個一個考えてみると、ガーって書けるようになります。で次に何をするかっていうと、グループを作ってください。カフェ会でもなんか開いてみてください。友達でなんか飲み居酒屋でね、集まってください。でグループで一つずつ聞いて、この共感した人数っていうのを、例えば5人いるので5人中何人が共感したか、何人が共感したか、何人が共感したかで、共感した人の特徴っていうのをガーって書き出してください。でそうすると、一番同じように不満とか不安を持ってる人たちの、ランキングっていうのがここでできますよね。でそれに対して、ね、一番多い課題をビジネスチャンスって思ってください。でこの課題が見つかった、例えば、ワークで満員電車が嫌だって言ったらみんな共感しますよね。満員電車が課題だっていうところであったら、次に出てくるのが以前言ったこれですよ。これ皆さん覚えてます？これが、ウィーク何かね、ウィーク6ぐらいでやったかな、セメスター2のね、ウィーク6でクロスダイヤモンドの考え方です。いろんな人っていうのは物事を同時に考えようとしすぎなんですよ。まだアイデアを一回広げて縮めて広げて縮めて、そのワットとハーの考え方でクロスダイヤモンドをやってください。このダイヤモンドってなぜかっていうと、まずここに課題を置きます。この課題に対して何があればその課題が解決されるのかってアイデアをまず広げていきましょう。でそこで考えてディスカッションして、じゃあこれだねって言ってアイデアを一個に絞ってください。じゃあそのアイデアを次にどうやったらそれが実現できるんだろうってハウの部分を考えてください。これもディスカッションして、で一つに絞ってください。そういうふうに物事っていうのはディスカッションをしたりとか自分の頭の中で考えていかないといけないんです。でこのクロスダイヤモンドの思考がない人ってどうなるかっていうと、この What と How を同時に考えようとしてる。
例えば課題がこれが課題です、これをどうやるんだっけな、どうやってやるんだっけな、でもどうやってやるって How ですよね。だからごちゃ混ぜになってるんですよ。まずは何が必要か、でその何が必要なのをどうやるかっていう、拡散して収束して、拡散して収束する、広げて縮めて、広げて縮めて、でこれがまるでダイヤモンドの2つあるものだから、ダブルダイヤモンド思考というふうに僕は呼んでます。で例えば満員電車の場合、満員電車っていうのは何があれば、何がですよ、どうではないですよ、何があれば解決するんだっけって言ったら、じゃあテレワークがあればとかね、自転車通勤になればいいよねとか、通勤バスがあればいいよねとか、こういうことをやってますね。でディスカッションしてどれがいいかなって言って、じゃあ通勤バスって縮めて、じゃあ通勤バスってどういうふうにそれを提供できるんだっけって言った時に、じゃあ定額制にしようかな、予約制にしようかな、企業との提携にしようかなとかね、ハウの部分を考えて、じゃあ定額バスを作ろうっていうふうな、事業アイデアの作り方っていうのができるわけですよね。これが一つ負の解決型のフレームワークです。まずは書き出す、ディスカッションする、クロスダイヤモンドでさらにディスカッションして、ハウの部分まで突き止める、この4つのステップをやると、負の解決での事業、こんなことをやったら面白いんじゃないかっていうところが決まります。これをやらないと、なんとなくってさっき言ったように、なんとなくここでやったら儲かるよねみたいな空論の議論が、空想の議論が、ね、なってしまうので、こういう作り方でやってくださいと。で次にですね、さっき言った趣味型ですね、趣味特技型、あなたが好きなこととか特技なことって十分お金になりますから、絶対になります。でこの部分をですね、皆さん考えるときに、これです、クロスクリエイティビティ、これはもう耳が腐るほどウサギクラスの方やったと思います。 MUP のね、 MUP のウサギクラスの方、クロスクリエイティビティ覚えてますかね。これは皆さんがアインシュタインになることは今後ありません。アインシュタインって何かっていうと、新しい発明だったりとか、そういうものが生まれることっていうのはもうありません。そこを皆さん一生懸命探している限りは全くもってそれは無意味です。ただ今の時代っていうのは、新しいアイデアを探すんではなくて、今あるものと今あるもののつなぎ合わせで、できることが多くあります。でこれがとにかく情報と情報のつなぎ合わせなんですね。あ、こんなものがあったね、こんなものがあったね、あ、じゃあこれつなぎ合わせよねみたいな感じですよね。例えば居酒屋っていうものがあって今あるものですね。でそこに出会い系っていうものがあって、出会いでここでできてるのが愛席居酒屋だったりとかですね、そういうふうな情報と情報のつなぎ合わせで新しいものが生まれるっていう時代ですね。でこれがなぜかっていうと、世の中っていうのはオープンソース化されてます。だから、このシリコンバレーっていうね、映画、あのドラマがあるんですけども、これもそうですね、例えば容量を圧縮するっていう、プログラミングがあります。この容量を圧縮するプログラミングって、ネット上にコードとかプログラミングコードが、オープン化されてるんですね。これをオープンソースって言われるんですけども、じゃあこのプログラミングと、じゃあダウンロードする機能ではなくて、ストリーミング、ネット上で見る機能っていうのが、掛け合わさって、例えばですよ、そこでここの情報と情報が交わった、ここに機械が生まれるわけですね。ここでできたのが、例えばストリーミング再生とかですね、昔モバイル携帯でね、皆さん動画を見ようとするとめちゃめちゃ時間かかったじゃないですか。でもそれが容量が圧縮されて、さらに、動画上で、あのオンライン上で見れる、だから今 YouTube だったりとかですね、そういうふうな、ものが生まれる。昔の容量でやってたら全然ダウンロードできませんのでとかですね、そういうふうな、今あるものと今あるものが混ぜ合わさって新しいものができるみたいな時代ですね。だから A×B イコール AB になるよっていう時代なので、新しいアイデアっていうのは考えないで、今あるものと今あるもの、じゃあそれをどうやるかっていうと、とにかく情報に触れながら、じゃあこれとこれを組み合わせてみようかなって言って新しいものができるっていう時代ですね。じゃあこれを実際に事業でどういうふうに進めていくかっていう話なんだけども、例えばあなたがプライベートジムのオーナーだとしましょうね。プライベートジムを、今ジム流行ってますね、こうやってエクササイズね、そのオーナーでトレーナーです。で市場はもうめちゃめちゃ、レッドオーシャンですとね、もうめちゃめちゃいろんな、ね、プライベートジムがあって、ライズアップから始まっていろんなね、プライベートジムが、プライベートレッスンがあって、もう市場は飽和状態です。もう難しいと思います。でもここでマーケティングやってみてください。どうやりますか皆さん。さっきのクロスクリエイティビティがない人は、じゃあここに出したら儲かるんじゃないか、ここにはないから、場所でしかなんか選んでないんですよね、事業。でもそのプライベートジムっていうところ自体に、新しいものを1個何かつなぎ合わせるってことを皆さんできてないんですよ。これをどうやるかって話ですよ。例えばですね、これ実際に MUP の制度でですね、やってる方がいます。これはですね、ジムと旅行ですね。ここの、1人ね、もともとこの人はライザップの女性だったんですけども、このライザップの女性が起業して、何を起業したか、ライザップでね、トレーニング学んだのに、この女性は旅行会社を作ったんですよ。旅行ツアー会社ですね。ツアー会社を作って、そのツアー会社で、例えばツアーでよくね、例えばセブ島とかさ、そういう南国系のところのホテルって、ホテルにジムがあるじゃないですか。そのジムでいろんな国を回りながら、そのジムのトレーニングを行うよ。でしかもその
その山に登るとかね、アクティビティと含めて体をボディメイクしていきましょうねみたいな、アイデアがあるわけですよ。これももともと自分がジムをやりたいと、ジムをやりたいんであればジムをやっちゃいけないんだよってウサギクラスであんだけ言ってたんですね僕は。で、あんだけ言ってたから、じゃあジムをやらないでどうしようかなって言って、ジムではなくて違うものを作って、それをジムと掛け合わせた、こういうふうなクロスクリエイティビティ、これもフレームワーク後ほどお伝えします。まだあります。僕のですね、これハワイに行った時の学校の友達なんですけども、自分のレストランに、集客をしたいと。で、この人レストランをやってたんですね。それレストラン、これお父さんのレストランだったんですけども、で、このレストランに、集客をしたいって言った時に、じゃあ自分が情報を、いろんなね、レストランを、もっとクリエイティビティにするために、情報を取るために食の旅行にね、イタリアとかこの人行ってたんですよ。で、その情報を取って、そこのイタリアとかの、料理とかを SNS に載っけたら、あ、ここいいね、とか、こんなところどこなのとか、いろんな人からね、タイにいるんだけども、タイの人からどんどん質問が来て、じゃあこれこんな質問来るんだったらツアー会社にしてみようかなって、小規模のツアー会社をね作ったわけですよ。で、そのツアー会社でどんどん申し込みが来て、これフォーブツアーっていうんですけども、で、それをコミュニティ化してレストランが一気に人気になるわけですね。これもクロスコストとクロスコミュニティと、で、さらに大手フードのコンサルタントになって、クロスクリエイティビティで、もう職ではなくてコンサルタントっていうような、職立ち位置になって、この人がコンサルするからこそこの人のお店がどんどん売れるわけですよね。そういうふうに、今のあるものっていうのをまず考えないで、例えばこういう考え方です。皆さんがこれをやりたいっていうのであれば、これに重きを置かないで、どっちに重きを置くかって、これ以外のことで、まずは重きを置いて、それにこれを掛け合わせるっていうクロスクリエイティビティの考え方、これをどうやるか後で言ってきます。で、じゃあ例えばですね、このモデルって絶対にこれ大手なの中小企業には関係ないんですよ。このモデルで一番成功してる事例って誰だと思いますって考えると、これですよね。これです。本屋が発言してます。本なんて今もう誰も買いませんとね。で、この本屋ですね、何かっていうと、これはツタヤですね。よく代官山のツタヤで、スターバックスと一緒になってたりとか、皆さんご存知だと思うんですけども、本とコーヒーっていうのを掛け合わせるわけです。これも一種のクロスクリエイティビティですね。で、これがなぜかっていうと、本が今売れなくなってます。まあ、アマゾンのね、アマゾンで、アマゾンブックか、Kindle Fire とかね、そういうのをみんなオンラインで見ちゃうので、で、本が売れなくなって、じゃあ本って何なんだっけって言った時に、本はもうインテリアであり、あとは、まあそういうものだというふうにもうシフトしてるわけですね、考え方を。そうすると、じゃあコーヒーショップをやろうって言って、ツタヤの、これは権利ですね、運営権っていうのを買って、このツタヤっていうのは実は本が売れての収入ももちろん入るんですけども、それよりもコーヒーが売れての収入も入るんですよ。で、ツタヤが、スターバックスの運営権っていうのを、持ってるわけですので、それで、スターバックス、もうこれはカフェになったわけですよね。だからこれもツタヤっていうのは本屋だったんだけども、本屋に重きを置かずにコーヒーに重きを置いて、だからこそ、カフェの中で普通に読めるじゃないですか、本も、ちょこちょこ売れていくっていう風にクロスクリエイティビティをやってるということですね。で、今、持ってるものっていうのが、もし成功しなくてもこういう風なクロスクリエイティビティで何かを掛け合わせることによって、またそれが売れるようになったりっていうこともよくあります。で、これですね、本かけるカフェ、ツタヤっていうのはね、本かけるカフェではありません。不動産かけるカフェですね。これなんでかって、本屋っていうのは不動産ですので、こんなこと言うとね、ちょっと、なんかツタヤっていうのは、本屋っていうのは別に在庫抱えてないから別にずっとやっても、そうじゃんって、本屋ってそうなんですよ、皆さん。本屋ってね、棚にあるじゃないですか、本が。あれって売れても売れなくても、普通のスーパーだったら、野菜を仕入れて、ね、一回お店が、その仕入れ会社にお金払って、それで売れなければそれは損になっちゃうわけですね。本屋っていうのは、出版社から本をもらって、それでそのスペースを貸し出してるんですよ。で、そのスペースを、売れなければ本は返品していいんでいいわけですよね。だから、在庫のリスクっていうのはそもそもないんですよ。だから、本屋って何屋っていうかっていうと、不動産屋なんですね。スペースを貸してるわけですから。で、かけるカフェですので、まあ、こういう、一応細かいことを言ってくるとね、ビジネス視点でね、よく、結構今、この YouTube 見てる方、ビジネスの視野が広がってる方ですので、こういうことがコメントくるので、一応入れておきます。こういうこともね。ツタヤっていうのは、カフェと、本ではなくて不動産とカフェですよ。本当に突き詰めればですね、まあ、ただ言いたいことは、クロスクリエイティビティの考え方っていうのを、守ってくださいということですね。で、クロスクリエイティビティ、これをやってみてくださいということですね。どうやってやるの、どういう風が正しいやり方なの。じゃあ本屋とね、じゃあ本屋と何だろうな、なんかペットショップを一緒に組み合わせる、これ別にそこまでなんか相性ありませんよね。どういう風にこのあるものとあるものを正しくつなぎ合わせるか、これ皆さんですね、めちゃめちゃ使えますので、僕自身のフレームワークです。僕がいつも頭の中で使ってるフレームワークです。これもしですね、学べるって方は必ずコメントといいね絶対にしてください。わかりますね。これもう有料ですから、普通は有料ですから、これを無料で発信してるわけですからね。
これもね、今までなんか情報商材の人とかね、こういうことをね、なんか言ってたと思うんですよ、お金取ってね。ごめんなさいね、あなたたちの業界も終わってるので、僕がね、全部発信することによって、そういう業界もなくなりますので、ぜひコメント、皆さんしてくださいね。これ普通だったら、普通のやつは有料で言ってますからね、何回言っても、何回もいいけどね。はい。これどういうことかっていうとですね、まずですね、あなたの趣味型ですよね、今回の起業方法っていうのは。趣味とか特技っていうのをここに書き出してください、一つですね。で、例えば、なんか、ジムのトレーナー、トレーニングが得意だよっていうと、じゃあ、これに興味がある人ってどういう人なんだっけっていう風の部分ですね。誰がこのジムに興味を持つんだっけっていうのを書き出してください。で、次に、なんで、ただがむしゃりに書き出してもいけないので、なんでその人たちは、興味を持つんだっけっていうその Y の部分も書き出してください。で、この書き出し Y の部分を書き出したら、この人たちって他にも何に興味があるんだっけっていう What also の部分を、一回書き出してみてください。こんな感じになりますね。これね、理由付けとかどうでもいいんですよ。とにかく適当に入れないっていう証明で Y を入れてるだけですね。例えば、何をやりたいかっていうと、じゃあスポーツジムとかね、プライベートジムを運営したいっていう時に、じゃあ誰がそれに興味があるのか。健康意識が高い人ですよね。痩せたい人ですよね。お金がある人、プライベートジムなのでね。あとは男性より女性の方が興味あるんじゃないか。なんで？健康意識が高い。なぜ？体を動かすことは健康維持だから当たり前ですよね。でもこのロジックが通ってるのも何でもいいです。で、痩せたい人って、じゃあ自分で筋トレすればいいじゃん。いや違うんだよ、なんでプライベートジムに行くかっていうと、意志が弱いからなんだよとかね。お金がある人ってなんでジムが行くんだろう。ジムはね、プライベートジムって普通お金かかるからね、数千円じゃなくて数万円ですから。で、女性の方が、プライベートジムってそもそも客層多いからとね、実際の統計がね。これが Y に入ります。で、この健康意識が高い人っていうのは何にまた興味を持つんだろう。例えば健康意識が高いのであれば、体動かすだけじゃなくて健康食事とかにも、健康食品とかにも興味あるんじゃないかとかね。痩せたい人っていうのは意志が弱いからだよね。意志が弱いってことは、じゃあ先生とか決まりとかルールとか管理者っていうところの、そういったサービスにも興味があるんじゃないかとかね。お金がある人っていうのは時間とかカスタマイズね、ワントゥーワンでの、なんかレッスンとかに興味があるんじゃないか。女性だったら、なんかいろんなねカフェとかでね、よく女性って話すじゃないですか。だから女性って交流とかに興味があるんじゃないか。こういうふうに何にまた興味があるのかっていうのを書き出してください。で、そうすると、僕が考えたのはこんな感じですね。スポーツジムと定食屋とかカフェっていうのを掛け合わせる。だから結局健康になりたい人って、健康的な食事にも興味があるわけじゃないですか。じゃあ内面からの外部への、圧力じゃなくて、内部で食べ物からの圧力、改善みたいなところで、定食屋とかそういうカフェとかっていうの交流もね、好きなので女性とかね、とかに、ちょっと重きを置いてみましょう。で、これをどうするかっていうと、ひっくり返すんです。スポーツジムがあなたがやりたいことですよね。でも、このあなたのやりたいことを市場に出してそれにフィットするっていうのはなかなかないんですよ。でもそのスポーツジムに来る人っていうのはまた何に興味があるかって、お客様視点でこの人は何にまた興味がありそうかっていうのを一個考えて、それをそっちに重きを置いてみるっていうことですね。だからこんな感じです。定食屋とカフェに重きを置いて、スポーツジムをサブにするっていう考え方ですね。で、これでできた事業っていうのが、僕の勝手な考えですよ。スパルタ生活、生活習慣改善定食屋みたいなね。だから例えば2ヶ月ぐらいで体の変化起こるって言われますよね。だから2ヶ月の食事指定のプログラムなんです。他のジムはこうやってダイエットとかね、こういうダイエットでエクササイズとかそっち系に流れるけども、食事を中心のジムなんです。だから定食屋なんですよと。で、定食屋の2ヶ月間もう毎日ここで飯を食ってくださいと。で、それにパーソナルトレーニングもサブでつきますよっていう考えですね。こういうふうにですね、まあこれはめちゃめちゃラフな考え方ですけども、考え方的にはこういうふうに考えてくださいという話ですね。じゃあ次ですね、これを次にですね、解決型、世の中の負の解決型のフレームワークと、実際に自分の特技から始める事業の作り方っていうのをフレームワークをお伝えしました。ここだけあれば皆さん、めっちゃスッキリといろんなアイデアがどん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 出てきます。で、さっきのところスクショして、ぜひいろんなことを考えてみてください。で、次ですね、じゃあここにロジックを持たせないといけない。ロジカルシンキングの部分ですね。じゃあ例えばこんなこと、質問です皆さんに。月額1万円で行き放題のジム、よく言われたんですよ。実際にね、MVP 生に僕言われたんですよ。竹野さん、月額1万円で行き放題のジムだったら絶対いいですよね。今高い安いところでも3万円なんですよ。それ1万円だったらどうですか。で、これプライベートジムだって流行ってますよね。で、結構ですね、麻布ら辺で家賃30万円程度ぐらいの物件見つかれば俺全然黒字だと思うんですよね。皆さんこれどう思いますか。皆さんがこのジムやりますか。
でもほとんどの人っていうのはこんな感じで友達と相手を話してるんですよね。もうこれね、そもそも言ってまず無理です。ロジカルシンキングがなってねえなと、お前バカだと、ね、そうやってやってるからお前らはいつまで経ってもリスクのある起業しかできないし儲からないんだっていうところ結構僕はきつく言うんですけども、ここからですね、なぜかっていうのは、うさぎクラスの、話になってきます。今からやることはですね、ロジカルシンキングでしっかりとロジックを持って、なぜそれが、そういう風になるか、どういう風に要素分解をして、どういう風な考え方でやるとリスクがなく起業を始める前から失敗する、成功するっていうのが分かる。ってことはリスクはゼロですよね。そういう起業できるんですよね。じゃあそれをどうやっていくかっていうのをお伝えします。でここまで見てくれた方はですね、必ずもう一回言います、コメントといいね絶対してください。でこのチャンネルめちゃめちゃいいですよね。なのでこの動画とかも学べるなと思ったら、必ず一人、これを見た人が一人誘ってくれればこれ日本変わりますから。どういう風に変わるか、まずは世界もアジア一学ばないこの日本っていう国をまずは変えていきましょう。でお金を取ってないですよ、皆さんからね、お金を取ってないです。これ無料で発信しますので、これぐらいはやってください。そうするとビジネスに意識が高まって、しっかりと学ぶってことを習慣づけて、日本っていうのの GDP もまた上がってきますから、まずはこういうところ、ちっちゃいところから僕もできることを やってきますので、これぐらいしかできないです。でも皆さんも、しっかりと、協力をしてくださいということですね。じゃあうさぎクラスの方、この次いきますよ。どういうふうにロジックを持って、さっきのジムみたいなバカなやつの発言じゃなくて、どういうふうにロジックを持ってやっていくか、やっていきますよ。URU は一切広告を打たずに、皆さんの口コミだけでこんだけ日本最大級のオンラインスクールになってるわけなんですが、なので皆さんも入学してめちゃめちゃ学べるじゃん、めちゃめちゃスキルつくやんっていう方はどんどん広めていただきたいんです。じゃあ具体的に URU に入学したら何すればいいのという話なんですが、まずは公式アプリを App Store とか Google Play Store からダウンロードしてください。まずアプリを開くといろんな学科があります。その学科をステップ方式でカフェ時間とか通勤時間に動画で学習しましょう。もしビジネスとか仕事でわからないことがあったら、実際にプロのマーケターとか税理士とか弁護士に直接聞けます。自分でイベントを企画したいとか、企画されている勉強会に参加したいというのも、全てアプリで仕事のつながりを作ったりできます。さらには各週でやってる Zoom の竹花のライブで直接対面でコンサルを受けたり、さらに学んだスキルをアウトプットしてクラスターで収益化できたり、また自分の近くにいる生徒を検索して会ってみたり、あとは URU 生がやってる授業やお店に行ってみたり、さらにはですよ、オフラインの全国イベント年に数回あります。一般の方は数十万円ですが、 URU 生はほぼ無料で参加できます。最後には卒業テストに合格して単位を全てクリアすると、あなたが OB として永年無料で使えるようになります。そうなんです、これだけ質が高いからこそこんだけ巨大化するんです。これが URU オンラインスクールです。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。